首都大学東京はこちらをご覧ください。ここではインターンシップについて紹介されています。大学生のうちから様々な組織で仕事を体験するのがインターンシップ。首都大学東京では3年生以上が参加できるプログラムと1年生のうちから参加できる現場体験型インターンシップとの2種類のプログラムが用意されています。現場体験型インターンシップの特徴は何といっても派遣先の多様さ。企業はもちろんですが、東京都庁をはじめ医療や福祉、教育や文化、地域振興、環境維持、交通や水道などの都市インフラ管理など、東京の市民生活を支えるさまざまな公的機関が学生を受け入れています。理工学系のコースで学ぶある学生が派遣されたのは、都内の中小企業のものづくりに関する技術支援や製品開発の支援を行う東京都立産業技術研究センター。ここで夏休みの間、製品の耐久試験や研究の補助業務を行ったとのこと。企業の人たちと一緒に製品開発をする中で、人の役に立つ仕事を体験できたとコメントしています。大学で学んでいることが社会にどう生かされるか、働くためには何が必要なのかといったことを、学生生活の早いうちからイメージできるのはいいですよね。